パターのインサイドインの軌道を作るドリルです。はい、バックスイングしてください。はい、このティーに当たらないように少しインサイド、はい、フォロースルーはヒール側がその前に刺したティー1センチぐらいの高さのティーに当たるようにしてください。で、アフターインパクトはトゥー側がヒール側を追い越します。ヒールが前じゃダメですね。それとフォロースルーでそのティーに当たらない、浮いてしまうとこれプッシュボールになりますので必ず当たるようにしてください。はい、どうぞ。はい、当たってますね。ヒールが浮くと全部プッシュしますから、かなり当たってますね。はい、ちょっと構えて、バックスイングでよくまっすぐ引いてまっすぐ出すと言いますと、はい、まっすぐ引いて、はい、まっすぐ、これはクラブフェースをまず閉じて、はい、開いてしまいますね。まっすぐ引いてます。気をつけてくださいね。イントゥインです。はい、皆さんもやってみてください。はい。